今回ですね、ちょっとね、このチャンネルの今後の方針について、お話ししたいと思っています。はい。ですね、実はですね、最近ね、あるコメントをですね、いただいてですね、はい。ちょっとね、僕自身、自分の中でね、考えるところがあったりしてですね、まず第一にですね、こうやって言っていただけるってことはね、非常にね、ありがたいことだと思っています。ありがとうございます。で、まあ、最近こう、結構ね、ライブ放送とかもやったりするんですけども、ね、すでにね、こう、有料化の話が出てきたりとか、していて、やっぱりね、そこは、今後ね、考えていかなきゃいけないところだなと、思っております。で、その具体的に言うとですね、僕は結構このチャンネルでは、言ってるんですけど、やっぱりその、健全な場をね、作りたいと思っていて、健全にその、まあ、議論、特にそのフットボールについて議論するっていう場を提供したいと思っています。で、これからね、このチャンネルが、面白くなっていくと、まあ、いろんな人が来てくれるようになると思うんですけれども、それがね、こう矛盾するように、まあそうなんでしょう、まあ荒らしに来るというかですね、ただ非難だけしに来るみたいな、人もね、おそらく出てくると思っていて、実際にやっぱりその僕のチャンネルでも、まあ結構本当に矛盾するなと思いつつ、たくさん見られるのは嬉しいんですけれども、まあ、今のところそのあんまりこう、どうしようもないコメントとかないんですけど、でもやっぱりこう、あんまり見てない人がね、これバッド評価だけして去っていくみたいな状況にもね、少しずつなってきてるなとは感じているので、やはりね、その辺のまあ対策というかですね、その健全な場を作るっていうところで、何かこう、手を打たなければいけないなと。選定をしたいなと、今考えているところであります。最近、まあ今のところですね、割とここがね、健全な場になっているので、それはね、本当にこう、皆さんのおかげだと思っているので、そこを、皆さんにね、非常にこう、感謝しております。ありがとうございます。ただですね、さっきにも述べたようにですね、まあこれからを見据えたときに、やっぱりね、有料化っていうのがね、必要になると思っていて、今ね、どういったプラットフォームがあるかななんて、見たりとか考えたりとか、まあ、実際にこう作ってみたりとかしている段階であります。はい。ですね、具体的にはですね、ベースを使いたいと思っています。で、ベースでね、このチャンネルのまあ有料化したる部分 の入場チケットみたいなのを売りたいと思っています。で、その時にですね、Facebook のアカウントがね、必要になります。購入に際して。そこはもしかしたらどうかなと思うんですけども、おそらくね、コストパフォーマンスとかも考えて、それが今のところベストの選択肢だなと思うので、始めるにあたってね、それでいこうかなと、今のところを考えています。具体的に言うとですね、そのベースで、まあ、そのチケットみたいなのを買えるようにして、で、買っていただいた方には、購入していただいた方にはですね、その登録している、メールアドレスに、僕の方から、Facebook のね、非公開グループ、の URL をお送りします。で、その URL が届いたらですね、そこから、非公開グループに参加するというところで申請していただいて、それを僕がですね、承認して、そこに入ってもらってっていう形に、ね、したいと思っています。で、そちらね、その有料コンテンツを上げたりとかですね、あるいはこういうテーマで話そうというね、テーマ決めだったりとか、まあそのライブ放送に際してですね、この試合をやりたいんだけどとかね、この試合やってほしいんですけどっていうコミュニケーションもね、円滑にしたいと思いますし、今のこの YouTube のチャンネルのやり取りだけじゃなくて、もう少しこう、頻繁に、またこう、円滑にですね、コミュニケーションできればなというふうに思っていますし、あるいはね、もうそこでね、議論をしていくとか、っていう風にも発展していったら面白いのかなという風に思っています。将来的にはね、そのイベントの企画運営なんかもね、そっちでできればななんていう風にもね、思っていたりもするんですけども、それはね、もしかしたらもう少し先の話になるかもしれません。今考えているのですね、まあですね、1000円でそのチケットを売ろうかなと思っています。で、まあ、少なくとも2ヶ月は、それで全部、すべてのコンテンツが見えるようにしたいなと思っています。で、その後、もしかしたら、場合によってはね、その、月額課金制にシフトする可能性もあるんですけども、まあ、それはね、ケースバイケースというか、状況を見て判断したいと思っていますし、もちろんね、追って、
随時、報告していきたいと思っています。まあ、ひとまずはその1000円でチケットを買っていただければ、全て楽しめるようにしたいと思っているので、まあ、まずはね、そういう形でやろうと思っているので、その時、ご理解いただければと思います。はい、これはですね、僕自身にとっても、新しい挑戦になるんじゃないかなと考えています。今回のね、動画のその概要欄のところにですね、そのベースのチケットを貼っておきたいと思うので、興味あるよという方ですとか、面白そうだなと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ入ってくれると助かります。その他ね、何かこうまた質問とか意見とかありましたら、そのコメント本に、してくれると嬉しいです。それでは今後とも、ぜひともよろしくお願いいたします。